おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も幻想乙女のおかしな隠れ家続きやっていきましょう。ベル君編ですね。新たな始まりということで、前回からやってるんですが、もうね、アンジェちゃんのやつ一通りやった後でこのベル君のパートに入るっていうのがさ、すっごく辛い。何分かった上で、アンジェちゃんが吸血鬼だと分かった上でベル君の方に来るとすっごい辛いのよ。もうね、謎がさ、結構謎が多かったじゃん、アンジェちゃんのパートって。ここってどうだったの、ここってどうだったのっていうところで終わったから、それをこう解き明かしていくパートというかさ、答え合わせみたいな感じなわけでしょ。いやー、もうベル君がいい子すぎるしさ、とても辛いね。よし、やろうか。あれ、アンジェを起こさないようにしないと。ん、どうするんだ。あ、これか。金槌が置いてある。板は外に。よし。おー、金槌で、外に、外から入ってこられないように。それから、アンジェが外に出られないように。窓とドア、出られないように打ち付けておかないと。で、外から打ち付けてんだ。この音だったんだね、トントントンで、やっぱり。で、なんか過去編かな、また。ベル君の過去かい？あ、ちっちゃいねー。あれ？なんだここは。え？なにこれ？ん？え？なに？なんか首振り、ちっちゃいベル君人形みたいなやつだ。よくわからん。とりあえず探索するけど。これは？あ、ベッド。BGM が怖いね。おお、びっくりした。はい。これもパンくずだ。さっきと同じ。これは。お。初めて聞く BGM。僕の家は狩人の家だ。でも普通の狩人と少し違う。違う点は3つある。1つは他の狩人よりもかなり古くからある家だという点。何でも僕の家はこの村で一番古いのだそうだ。もう1つは他の狩人どころか他の村人よりもずっと金持ちな点。村一番の金持ちは村長だ。でもそれと同等に渡り合えるくらいこの村で僕の家は地位が高いらしい。そうなんだ。わっ、あら、 D さん。最後の一つは僕らにとってのその獲物が獣だけではないという点。吸血鬼。わあ、やっぱ D さん吸血鬼じゃねえか。お前が村を襲った犯人だな、てめえ。この野郎許さねえぞ。この村には古くから伝わる吸血鬼の伝説がある。彼らはある日突然村にやってきて、村の人々を殺し回った挙句、村の人間の中から一人を選んで仲間として連れ去ってしまう。僕の家は、そんな恐ろしい吸血鬼から村を守る狩人、ヴァンパイアハンターの家系だ。そうだったのか。僕たち一族の見た目は、書物に記された吸血鬼の特徴に少し一致する。そうだよね。なぜなら、僕の先祖は吸血鬼と人間の間に生まれた子、ダンピールという存在だからだ。はあ、なるほど。ダンピールには吸血鬼を倒すための特殊な力が備わっているという。だからその血を受け継ぐ僕の一族は伝統的にヴァンパイアハンターの職業についている。これで儀式は終了とする。ああ、
お父さんか？これで儀式は終了とする。ベルント、今日からお前も狩人の見習いだ。そのナイフを肌身離さず、名誉の狩人となった意識をしっかりと持って、これからも訓練に励むことだ。はい、頑張ります。称号を受ければ何かが変わると思っていた。けれど。ベルント、なんだ昨日の訓練は。なんだよ。確かにあんまりうまくいかなかったけど、僕はみんなよりもできてたじゃないか。みんなよりできるのは当たり前だ。俺はこの訓練で十発十中だったぞ。それなのに、お前は十発中二中か。なんだその低たるくは。でも、他のみんなはかすりもしなかったんだ。当てられただけでも十分。ベルント。お前は狩人としての称号を受けただけで、強くなれた気になっているな。いいか、ベルント。銃の基本は、一点を見つめてよく狙い、まっすぐに撃つことだ。称号を受けたからといって、力が手に入るわけじゃない。本当に強くなるためには、慢心を許さず、自分自身の力を鍛えなければならないんだ。ベルント、今のお前では、本物の狩人にはとてもなれない。お前は弱いんだ。ベルント様、これ、貢ぎ物です。え？オリビアちゃん？これ、僕に？なんで？それは、ベルントが名誉の狩人だからなのさ。名誉の狩人。狼怖いの。いや、あんちゃんにノアちゃん。大丈夫さ。ここにいる狩人が村を守ってくれるからね。狩人は強いんだろ。ベルント様、サニーお姉ちゃんの仇、どうかよろしくお願いします。あ、そうか、 D さんとサニーって一緒にいるもんね。え、じゃあサニーちゃんも妖精と見せかけて吸血鬼ってこと？あれはどういうこと？ん？ベルント様、よろしくなのさ。ベルント様。な。みんな、何を言ってるんだ。この僕が、狼から村を守るだって、本気で言ってるのか。そんなの無理に決まってるじゃないか。同い年の女の子にすら勝てないのに。今でも、アンジェに守られてばかりいるのに。変わりたい。みんなから期待の目で見られても、心から胸を張れるような。こんな気持ちにならずにいられるような。そんな立派な人間になれたら。そしたら、きっと自分のことを好きになれるのに。ねえ、アンジェちゃん、強くなるためにはどうしたらいいのかな。そうね、ベルは覚えてない？ベルのお母さんが言ってたんだけどね、本当に強い人っていうのは自分の進むべき道を自分で見つけることができる人のことなんだって。そして自分と自分の選んだ道を最後まで信じることのできる人のことなんだって。待って、あ、今気づいた。あれ、前からそうだった？アンジェちゃんの目水色じゃん。今赤いもんね。はあ、そっか、もともとは水色だったんだ。うわ、今気づいたわ。進むべき道を最後まで信じることが。Tuesday。あれ、開かない？アンジェ、どうかしたの？
開かなくなってるの。ちょっと貸してみて。まだも、そんな。一体誰があんなことを、私たちの寝てる間に。どうしましょう。このままじゃ出られないわ。ベル、今喋った？ううん、何も言ってないよ。アンジェ、どうしたの？ん？何よあんた。よくわからないけどイライラするわ、その喋り方。なんで私の名前知っているのよ。言ってることがよくわからないんだけど。そうね、少しだけならいいわよ。ちょっとアンジェ。うわ、見えてないんだ。どういうことだ。ああ、うわ、しかもここに銃置いてあるし、ベルントの銃が置いてある。手に取る？今は必要ないかな。オッケー。ここはまあドアノブが取れてる。うん、そうだよね、ドアノブをベル君が取ったんだもんね。うん、行った方がいいよね、そっちに。シンシア。そっか、ここでシンシアに会うんだもんね。でここで、はい、どうしたのアンジェ。ベル、ねえベル、シンシアが。シンシア？そんな、どうしてシンシアが出てくるんだよ。あいつはもう死んだじゃないか。どうして突然シンシアのことを言い出すんだ。アンジェはシンシアがここにいると思ってるのか。なんでシンシアなんかが。こんなことって、シンシアは、はあ、アンジェにとってのシンシアはまだ生きてるのかな。あの時のことアンジェは忘れてしまったのかな。そろそろ食料を持ってこないと。昨日はアンジェに気づかれないようにあんまり物を持てなかったし。なるほど。あ、それでたびたびいなくなってたのはここを使ってたからか。なるほど。で、待って、アンジェちゃんはどうした？パンくずを小鳥に。アンジェ、どうしたの？パンくず？ベル、私たちはここに閉じ込められて、だから出るためには小鳥にあげるパンくずが必要だってシンシアが。だからパンくずを集めることにしたの。うん、そうなんだ。パンくずね、僕も探しておくよ。うわぁ、やばい。こうやって旗から見るとアンジェちゃんめっちゃやばい子だ。うわ、よく見えてだって。よく見えてなかったけど、これあれだ、シンシアちゃんが死んだ時の地下。これ調べられないの？調べられはしないんだ。魔女狩りについての研究と考察という題のボロボロになったメモが落ちている。なんか変だな、これ。そんなに古そうにも見えないのに。あ、紙がバラバラになった。どうしよう。お、魔女はほぼ不老不、ただ天敵で、あ、参ったな。どれだろう。天敵で、あ、天、不老、違う、次に行く。不老不死、これとつなげる。ただ天敵である吸血鬼に吸血されると絶命する。あ、そうなんだ。で、魔女はほぼ不老不死、ただ天敵である吸血鬼に吸血されると絶命する。これで良さそうだ。次は、あ、もしかしてシンシアちゃん魔女だったとか。
魔女について不思議な力を持つ女、魔女の魔女が存在する理。まいたな、どれだろう。吸血鬼不思議な、これ違うな。魔女の持つ女、いや違うな。不思議な力を持つ女性のことを指す。魔女が存在する理由について現在では判明していない。うん、これとつなげよう。そうだね、これで良さそうだ。次は次は魔女裁判とは、魔女が思わしき、あ違う、魔女と思わしき有罪になった者はにつながるやつか。魔女と思わしき、これじゃない、人物を裁判にかけること。有罪になった者は吸血鬼を使って処する。あ、そうなんだね。うん、でこれが最後か。かの村では現在吸、また処刑は山奥に、あ、吸血鬼の少女 A を処刑の際使用、また処刑は山奥にある小さな家で行われていた。は、これアンジェちゃんのこと。これで良さそうだ。この本は魔女狩りについての研究と考察。隠れ家村では魔女狩りが行われている。魔女について不思議な力を持つ女性のことを指す。魔女が存在する理由について現在では判明していない。魔女はほぼ不老不死、ただ天敵である吸血鬼に吸血されると絶命する。魔女裁判とは、魔女と思わしき人物を裁判にかけること。有罪になった者は吸血鬼を使って処する。かの村では現在吸血鬼の少女 A を処刑の際使用、また処刑は山奥にある小さな家で行われていた。これこの村のシンシア。わあ、やっぱシンシアちゃんが魔女だったんだ。やっぱりこんなの間違っているんだ。うん、よく見るとメモの端に隠れ家、玄関口付近の本棚に存在する書物参考と書かれている。は？玄関口付近の本棚に存在する書物参考。なるほど、よくわからんな。ちょっと待って、この辺は別に調べられんくて、これもまだ調べられんくて、ここか、あった。魔女の隠れ家について、魔女は人間から身を隠すため隠れ家を作り、またその隠れ家が魔女を憎む人に見つからないよう夢見る者にしかたどり着けないという魔法をかけた。え、一体どういうこと。で、とりあえずじゃあ行くか。わ、外出た。あ、井戸から出られるんだ。なるほど。あれ、待って、戻っちゃった。で、この左上のやつ何なんだろうね。で、戻るのか。どっから戻ればいいんだ。あ、こっちか。なんだ。あ、なんか光ってる。あ、あれ。蜂の巣がある。危ないな。もう、ダメか。通れないのか。あ、うわ、クマがいる。どうしよう。あれじゃ通れないな。装備も整ってないし。どうしよう。どうすんの。蜂の巣だ。そうか、あの蜂の巣をおとりにすれば。でもそのまま近づくと危ないな。え、どうするの。
あ、銃持ってけばいいのか。持ってくるわ、じゃあ。そうか、これで。よし。銃を手に入れた。これを持って、行きましょう。めちゃめちゃ森引っかかるんだけど。銃で撃ち落とす。おい。って、ここからじゃ絶対にクマに見つかる。あー、回らなきゃいけないのね。ほい、ここで。撃つよ。一点だけを見つめて、まっすぐに。よっしゃ、当たった。で、クマちゃんが来る。かわいいね。よし、今のうちに。オッケー、任せろり。あ、来た。なんでそんな自分の家でこんな不穏な BGM 流れてんの。こっちは家畜小屋に出る裏口だ。え、そうなんだ。他の部屋も見て回りたいね。ここ誰の部屋。あ、自分で作ったものもある。ここベル君の部屋か。へえ。あ、ここベル君の部屋か。母さんの作ってくれたオルゴール人形だ。あー、そうなの。さっきの首振り人形はこいつだったか。かわいいねー。あー、癒された。よし。うわー、不気味な BGM に戻った。こっちは、こっちは誰の部屋。こっちはお父さんの部屋か。お母さんいないんだもんね、だって。なんだこれ。僕が小さい頃に描いた絵じゃないか。父さん、なんでこんなとこに。息子思いじゃん。そうか、アンジェちゃんをこう引き離したいのはお父さんなりの気持ちだったのかな。どうなんだろうか。でもな、ベル君はそんなこと望んでないしな。ん、こっちが何。うん、これくらいあればいいかな。あんまり持っていくとは危ないし。あ、ここに食料があったのか。食べ物を手に入れた。よし、行こう。帰ろう、帰ろう。父上に見つかる前に帰ろうではないか。なんだこれ。あ、帰り道ちょっと楽させてくれんの？ありがとう。よし。楽ちん。あ、ちなみに、あ、待ってー。看板を見たかった。これを見たかった。アリス・キテラの隠れ家。あ、魔女のなんかアリス・キテラって言ってたもんね。隠れ家。あー、そっか。あ、アンジェちゃんがいる。ちょっとセーブして。どうしよう。いや、もうちょっとだけやるか。アンジェ、食べ物を持ってきたんだ。食べ物？この家に食べ物があったの？さっき見つけたんだ。本当は僕の家からこっそり持ってきたんだけどね。美味しいね、アンジェ。え、とっても美味しいわ。みんなで食べると美味しいのね。みんな？それはどういう意味？やっぱり、アンジェにはやっぱり僕以外の姿も見えてるのかな。みんなで食べると、みんな。え？今日のごちそう、火曜のごちそう、美味しいお菓子に変わるのは、美味しくごちそうされるのは。え？アンジェ？え、なになに？逃げる逃げる？あ、操作方法、待って。襲い来る吸血鬼から逃げてください。しかし、ただ逃げるだけでは終わりません。
彼女を正気に戻すためには呼びかけを行う必要があります。呼びかけはスペースエンター AZ。 なるほど。え、呼びかけはエンターでできるのね。わかった。逃げろ逃げろ逃げろ。よいしょ。あ、間違った。これ呼びかけできてんの？エンター押してるけど。あ、よしよし。あ、なんて、なんて言った？私よかった。あぶねー。あれ、どうしたの、ベル？変な顔して。ああ、なんだか眠くなってきちゃった。そろそろ寝ようかしら。なんだよ今の。アンジェは一体。吸血鬼。うわー、つらい。待てー、そういうことなのね。これもしかしてじゃあ毎日やることになる？わかった。とりあえずじゃあ今日はセーブしてここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。アンジェちゃんを救いたい、ベル君も救いたい、シンシアちゃんはもう手遅れだけど。ではまた、おつぴよでーす。